皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も働く UFO で遊んでいきます。さあ、ではショップギリギリですね。今回5000ですか、5000なんとかいいんかわかんないですけど、さあこちら、どうしますかね。っていうかこれしか買えないですね。いやー、魚を素早くわしづかみする大漁旗と、ただあれなんですよね、今日は他のステージだと思うんですよね。海じゃなかったと思いますね。さあ、では今回のお仕事はどこでしょうか。おお、もう5ページまで来ましたね。6ページもありますよ。7ページもありますけど、まだまあ働けるといえば働けるんですね。メダル35枚ですから、まあメダルノルマは簡単ですよね。海ありますね、海さんが。でも順番でいきますか。建設現場2ですね。時は戦国、忍者に注意と。お、とうとう時代が変わるんですね。やっぱ城ですか、建設といえば。そうですね、大変ですよね、築城を邪魔する忍者。襲い来る手裏剣は意外と便利グッズ。どういうこと？これダメ、これまだでしょ。土台、あ、なんか手裏剣来てる。おお、ちょっと避けるんですか。3つしかない。3つなら簡単ですね。四角いのが、四角いのないっす、なくないですか。あ、これ上に乗ってるんですか。やめて、ちょっと。手裏剣、あ、手裏剣で持ちやすくなってると。あ、これなるほど、立てるんですね。懐かしい。この前の神殿パターンですか。ちょっと待って。向き的に多分こっち左ですよね。あ、手裏剣消えちゃった。時間で消えるんですか。あ、でもどっちですかね、どっちですかね。わかんない、ちょっと。左か右。あ、これつかめなく、つかめないことも。ちょっとお願い。手裏剣刺さって、刺さってくださない。まあ、持てますね。やめて、ちょっと、こんなところに手裏剣が。これ、右で。もうちょっと右、もうちょっと左か。ま。あ、ダメ、ちょっと、動かない。もうちょっと、こうしますか。もうちょっと右ですかね。なんか行き過ぎますね。微調整できない。あ、できた。あれ、なんか向き逆ですかね、左と右。次はよくわかんないですけど、なんかスカート風になってる、ここ、これですか。あ、これも分かれるんですか、もしかして。あ、ちょっと難しい。さあ、刺さって、よし。なるほど、これは便利ですね。でもこれ順番的にこれじゃないような、まあいいですか、ちょっとよくわかんない、まあ、とにかく乗せましょう。まあ天守閣が一番上でしょうから。うわ、これつかみどころがない。お願い、ここに投げて、多分当たったらなんか時間減りそうですけど。あ、ちょっと待って待って待って、やめてやめて。あれ、つかめない。吸い抜ける、なんで。あ、よかったよかった。やめて、投げないで。おお。あ、消えちゃう消えちゃう消えちゃう。あ、消えた消えた。OK です。OK ですかね。じゃあここに投げて、よし。これ仲いいですね、持ちやすいですね。なぜか大量の旗掲げてますよ、私。これで合ってる？なんか、ちょっともう、かなり適当になりましたけど。いや、もう、先ほど起きたばっかりじゃあれなんですよね。家にリンゴ酢があったので、それになんか炭酸で割って飲んでるんですけど、配分間違って、ものすごく濃く作っちゃって、酸っぱすぎてですね、喉がやられかけてるんですけど、これ入んないんですけど。え、どうすれば？もう思いっきり投げますか。さあ、いきますよ。せー
のてい崩れた。あ、そう、ダメ。これ、ちゃんと。あ、後ろ向きになってる。あ、これちょっと無理ですか。ちょっとお願いします。あ、外しましたね。さあ、ここで。あ、なんか、掴まない。あ、やめて。これでも、ちょっとやり直さないと無理ですかね。向きが、あ、横向きだったんですか、多分。一番下の柱が、もうここからやり直す気にはなりませんけど。乗らない。じゃあちょっと一回やり直してます。まあでももう、次大丈夫ですね。2回目行きましょう。立てると、上が乗らないということなので。ほう。よーし。バッチリですね。ということは、どっちが内側か。こっち。あ、まあ、どっちでもいいですか。ちょっと。いや、絶対おかしいですよね。それかなんか、このヒントの方で見れるとか。あ、書いてますね。あー、なるほど。下は、円形と言いますか。そういうわけですか。つかめえな。あ、つかめえた。ちょっと、重い。こう、あ、落としちゃった。ちょうど入り込む。開いた！やっぱり、10秒減りますか。ちょっと危ない、危ない。何あの子。合ってるってこと？合ってるってことですかね。じゃあ多分もうちょっと。あ、ちょっと待って待って。あ、立っちゃった。立ったら出てこないですね。これちょっと、あ、難しい。横向きにして、もうちょっと右に、よし。まあ、少しずれてますけど、まあ、そこは気にしないようにして、問題ここですか。どっちでしょう？こっち？横が長いスカート風だから、あ、なんかボタン押しちゃう。あの下の方じゃないですかね。こっちが、いや、土台的にはこっちですか。あ、消えちゃう、消えちゃう。あ、また10秒。あ、ちょっと間に合わない。どんどん難易度は上がりますね、やっぱり。で、こうして、あ、でもなんか、柄的に合ってますね。まあでも案外わかんないですからね。アイアン挟んで柄が続くみたいなことありますからね。あ、次こっちですか。じゃあこの辺で。なかなか命中率いいですね。結構手裏剣難しいみたいですよね。ちょっと待ってよ。投げて的に当てるの。前テレビで見たことありますけど。お、なんか咲いてる。合ってるってことですかね、咲いてるってことは。おお。じゃあまあ、これでしょう、きっと。ギリギリの戦いですね。あ、まだ投げないで。投げるタイミングが早い時ありますね。2個目を。なんか違う気もするんですけどね。まあ、合ってるといえば合ってます。これ屋根、なんか合ってなくないですか？
緑の部分繋がってないですね。ちょっと投げないで、よし、ギリ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 間に合いそう。危ない。お、あ、合ってそう、合ってそう。ここは合いますね、柄が。柄で判断する、なるほどくんです。さあ、おお、バッチリ。あの真ん中緑が合ってない、気になりますけど、桜咲いてますね。そういう、今年桜見れなかったですね。さあ、そう、お、あ、ノーダメージが真ん中なんですか、メダル。惜しい。今回当たっちゃいましたからね。あ、バイト代がちょっと、結構たまらなくなってきましたね。次、確か8000円でしたからね。さあ、ではですね、今回の動画、以上させていただきます。他にもゲーム実況、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。